このタイミングで神のモッドが出たとこちらが話題となっております。では具体的にどういった内容なのかこちらを見ていきたいんですが、ドラゴンズドグマ2の竜付きの状態をなんと可視化するモッドが登場と、いやこれはねかなり待望されておりましたので、相当ね便利ではないかと思いました。ただ一方でこちらですね、注釈設けられておりますが、竜付きを直接に防ぐわけではないので、そこのところは1点注意点かなと思いました。で今回ドラゴンズドグマ2にて竜付きの状態を可視化するモッドが登場いたしました。このモッドでは竜付きの状態が進んでいったポーにその感染の度合いを示す数字がなんと額に表示されるようになりました。ちょっと怖いねカウントダウンみたいな感じで、このモッドに関しては海外のメディアが報じておりまして、でさらに IGN アメリカもそれを引用して記事にしておりますって書かれておりまして、ドラゴンドグマ2では竜付きと呼ばれる状態異常があります。まあこれはですね、ポーンがかかる感染症のようなもので、かかるとポーンが暴力的になって例えば味方を攻撃する可能性があったり、で竜付きの状態がさらに進むと、宿屋に泊まった時にカットシーンが流れて、例えばエリア内のほぼ全ての NPC たちがこのね暴走したポーンによって殺害されてしまうっていうね、まあ、とんでもない状況に陥ってしまう、本当にトラウマ状態になってしまうような、そういった現象が起きてしまいます。でこれっていうのがさらに怖くて、感染症の側面もございます。まあ、状態異常とこちらで書かれておりますが、本当にね風邪とかコロナみたいな感じで感染症なんですよ。でポーンからポーンへ感染する仕様があって、全体的に対処が面倒なことから、この竜付きを嫌っているユーザーが今非常に多くて、でかつ竜付きになったことをですね、認知していないユーザーが結構いて、で気づいたらこういったね殺戮現場に出くわしてしまったっていう方がちらほら出てきているんですよ。で例えばこういった形で兜みたいな感じかな、そういったものを被ってしまうことによって、その竜付きになってるかどうかの確認が難しくなっていたりするんですよね。で気づけばね竜付き末期になっていてね、本当に大惨事になってしまったりとか、そういった事故が多発しておりますので、まあ、結構このモッドっていうのは重要かなと思いました。で例えばその目が赤くなっているとか、まあそういったところである程度判断はつくんだけどさ、さっきも言った通りこういった兜とかを被っていると、まあそもそも目が赤くなっているのか、あと表情とかも含めて全然わからないんですよね。まあこのポーンがね明らかに攻撃的暴力的な発言とか、なんか強気なその発言とかが増えたりとかして、あれちょっと待って、こいつってこんな性格だっけみたいなね、疑問に思うことがたまにあるけど、まあ結構その竜付きのこの現象っていうのが各ポーンによってどういった症状が出るのかが結構そのランダムなのか仕様なのかわからないけど、なんかポーンによって本当に全然違うんですよ。なのでそもそも暴力的な発言をもともとしているポーンとかが例えばいたとすると、もう気づかないわけですよね。でかつ兜も被ってたらさ、なのでそういった意味だと、その兜を定期的に外して確認するとかめんどくさいからさ、まあそういった意味だとこのね竜付きの状態を可視化するモッドっていうのは、まあとても有用性がね高いのかなと思いました。はい、まあそういった状況ですね。ただね全体的にこれ嫌われていて、竜付きそもそもいらねえとか、なんでこの竜付きっていう現象を今作から導入したんだとか、まあ結構ですね不評な意見が目立っておりますが、一方でこの竜付きがあることによって、まあ、ドラマティックにゲームを進めることができるとか、なんかこういった要素があった方がハラハラするとか、そういったなんかプラスの意見とかも一定数ございます。まあこれはね本当に人によって感じ方、考え方、捉え方が変わってくるので一概に言うことができないけど、まあそういったことを言ってるユーザーなども一定数いるっていうのは、そちらもですねまた事実でございます。
で、またですね、そんな竜月の感染にはいくつかの段階がございまして、通常はポーンの目を見て判断する。しかしこのモッドでは、さらに竜月の感染段階を示す数字が額に表示され、通常よりも早く、そしてより詳しく感染の状態について分かるようになっているという、竜月の状態を直接予防、防ぐ、ことができないんですが、対処が面倒だと思っているユーザーが多いことから元が作られたのだと思います。っていうことで、締めくくられておりますね。まあ、そんなところで、こういったですね、モッドが出たといったところの今回ご報告となっておりますが、皆さん、こちらは使いますか？ただ1点ですね、こちら注意点がございまして、当たり前ではあるんだけど、モッドなので、PS5 版、あと Xbox 版では、こちら使うことができません。なので、Steam 版をですね、プレイされている方のみ、こちらのモッド導入することができますので、そこのところは注意お願いいたします。ただ一方で日本人の場合は Steam でやってる方はそんなになくて、どちらかというと PS5、まあそちらでパッケージ版、ないしはダウンロード版、そちらをプレイされている方が多いかと思いますので、まあ正直あまりね、今回モッドが出ましたけど、影響はないというか、活用できる人がそんなにいないかもしれませんね。あとはですね、一応 PS5 でも、まあ、いろいろなその、やり方とかルートがあるんだけど、一応、モッドを入れることができなくもないからね、まあ、ちょっとめんどくさいだけであって、一応できるっちゃできるんだけど、ね。まあ、一応、モッド自体はね、こういった形で発表されているものの、まあ、あくまで公式が推奨しているものでもなく、非公式のものでもあるので、まあ、あくまで自分としても推奨することはできないんですけど、ただこういった便利なものがあるよっていうところの、情報共有となっております。まあ、そんな感じでしょうか。ただまあ、竜月に関してはどうなんだろうな。皆さん、率直にどう思いますか？どうなんだろう、竜月って。けどまあ、最初その、なんだ、発売した初日、3月22日とか、まあ、例えば翌日とか翌々日、23とか24の時は、なんだこれ、ふざけんな、みたいな感じで、なんか、竜月のせいで、下手すると、ドラゴンドグマ2が炎上状態だったと思うんですが、ただ一方で、こういった竜月が出たことによって、まあ、さっきも言った通り、なんかその、新要素ではあるので、なんか逆に、この竜月っていう現象ができたことによってゲームに面白さが増したって感じてる方も一定数いて、でここについては Amazon のレビューとかでも普通に書かれていたりする内容ではあるので、まあそういった意味だとなんかどちらかというと賛否両論みたいな感じなんでしょうかね。ただなんか逆にさ、こういうそのモッドが出たことによって期待を見れば、例えばその感染の度合いが分かるわけだからさ、逆になんか分かってしまうと結局なんか対処が簡単にできてしまうから、なんかそれはそれでハラハラ感がなかったりとか、まあ、冒険らしさっていったところが損なわれてしまったりとか、まあ、そういったところネガティブなところもあるので、まあ、必ずしもこれを使えば楽しくなるかっていうとゲームが、まあ、そういうわけではないのかなと思いましたね。だから本当になんかここについては人の価値観によると思いますので、まあ、使うかどうかは人次第かと思いますね。はい。まあそういったところで今回は動画を終わらさせていただきます。ぜひ皆さん、この竜月について個人的な感想とかお待ちしておりますから、よろしくお願いいたします。ではまた。